一等区の紹介が終わりましたら、今度はイルカくんたちから皆様に一言ご挨拶があるようです。皆様の前へと顔を出します。さあ、ホップ、身の軽いところを見せてくれましたが、ここからはお得意のジャンプ種目で頑張ります。さあ、これからお兄さんが用意いたします。この白いバーの上を飛び越えます。さあ、しっかりと毒を取ってバーに体が触れないように十分に浮遊して、それと続いてはジャンプの正確さもご覧いただきましょう。お兄さんが用意いたしました直径120センチ、この白い輪の後をくぐり抜けます。さあ、まずは右側大成功。今度は向きを変えて反対側からも、反対側ちょっと難しくなりますが、これトップ見事に輪の中央をくぐり抜けることができました。さあ、ジャンプの正確さトップが見せてくれましたが、続いてはティナが頑張ります。さあ、ティナはプールの上から降りてきました。この白いターゲットを目指してのハイジャンプに挑戦します。さあ、それでは早速スタート。さあ、しっかりと助走を取ってターゲットの位置高さ確認してハイジャンプ。ティナ、水しぶきを上げて元気いっぱいなジャンプ見せてくれました。さあ、ティナが元気いっぱいなジャンプ力見せてくれましたが、続いてはホップが頑張ります。さあ、ホップウルトラシーのジャンプに挑戦です。さあ、それでは難しいジャンプの前ですので、おじいちゃんとしっかりと組み合わせをしてから頑張ります。さあ、それではさあ、早速スタート。まずはホップのムーンスタート。後方宙返りバッチリと決めてくれました。さあ、とっておきのジャンプはまだあります。さあ、それでは今度もしっかりと歩道を座ってから頑張ってもらいましょう。さあ、早速スタート。さあ、今度のジャンプはしっかりと助走を取って頑張ります。さあ、ワンスタート。さあ、ホップのとっておきの種目です。さあ、それではさあ、スタート。ホップのスピードアップ。体をくるりと回した、とても器用なジャンプ、ホップ元気いっぱいに決めてくれました。さあ、いろいろと頑張ってくれたゆかくんたちの種目のカスタムはいかがでしたでしょうか。ティナ、オフです。イルカくんたち、これからもいろいろな種目を練習して、また楽しいショーをご覧いただけますように頑張ります。さあ、これからもイルカくんたちの応援どうぞよろしくお願いいたします。さあ、元気いっぱいに頑張ってくれたイルカくんたちですが、ホップ最後にもう一度連続ジャンプ見せてくれるのです。皆様、イルカくんたちの青の名前さあ、いろいろと頑張ってくれたイルカくんたちですが、そろそろ皆様とはお別れのお時間が近づいてしまうけどね。さあ、それでは最後にイルカくんたちから皆様にお別れのご挨拶があるようです。
れだアズビエと堀川さんでくれましたが